兄貴、どちらへ。姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。脱げの。音楽、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃろ。うっせ、お前らいい加減にしろ。その口の聞き方は何だ。おう、何じゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。何じゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍して使うさい。おう、松永、お前大丈夫か。いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、夜勤の時の。ああ、もうええ、松永。今人は
わしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言っとるんですか頭、そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ、昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが、誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。キリュウの兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが、連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああそうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。キリュウさん、大丈夫だったの？ナグマ君は？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲君とは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥かや春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思っとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか。頭、俺にも。あ、いや思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ。もうそうじゃろ。本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけ。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか。あ、そうだ、俺ちょっとおやさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやさんの用事って。いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか。いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。
あ、そう。南雲にあんたの鳴るその聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いやなんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあ、こっち坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリーさん、こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面貸してもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけど、殺す気でやったらや。
キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に名古たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、また春人のこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。春人君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。ちょっとやばいって。うそ、いやだ、そんな。おい、大丈夫か。ああ、
何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？俺、夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ、和美も一緒に。なりません。でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けど、どうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。取らせやがって。あ、桐生の兄貴。あの、
昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああそうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭御頭にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。あ、なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭、ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町ですから。岩見造船。昨夜の酔っ払いにそこの造船所の門もおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユウタ、田頭、お前らキリュウさんを店から出さんようにしとけよ。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。
松永の兄貴の言いつけですけ、キルさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キルさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソ親父。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でも詰めんのか。妖名連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極度を牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが、それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠していることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おお。よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろ。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。
さんなんかよ。やっと出てきよった。探しとったんだい。キリュウ。マスゾエか。昨夜の借りを返すどこら。じゃが、我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。うせえ。島中の国土を敵に回すっちゅうこっちゃ。おいやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か。バカだれ。器量っちゅうのはあんたじゃの。
あんたは陽明連合会本家若頭腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体を知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや腰水の頭は何を言うとるんかの。兄貴の正体って松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出んように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ、全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちくしょう、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はあ、頭が。何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うんぴったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東城会の四代目？東城会言うたら東京のあの東城会で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、道島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、
そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。